あの日々と交わした約束は
詳しく知らないよって方もいるかと思うので、早速ですがメンバー紹介を行いたいと思います。まずは、はい、ヒーリーズ八幡浜のみかん満点からヒーリーズ、はい、今が旬のコーチバンカーを5秒で向けるように練習中の橋川美希です。よろしくお願いします。イエーイ。 R は大文字リオです。よろしくお願いいたします。イエーイ。Hello everyone、 私はそのあそこの国から来ました。アチリーナ、こっちリーナ、デッチリーナ、リリー、 R は小文字、リリーです。ちょっと待って、R は大文字、ここにおるで。足は R 小文字です。よろしくお願いします。イエーイ。エノハガールズの中で一番飛んでます。一番ゆずめふめ。一番ロンテンション。初めて負けないように頑張ります。秋元アビス、よろしくお願いいたします。イエーイ。続いて、行きます。始まるよ、始まるよ、始まるよったら始まるよ。1と1はほのかだよ。イエイ。ありがとうございます。農業大好き、アボカドは大好き、そして頑張るあなたが大好きです。中学校3年生、大本ほのかです。よろしくお願いいたします。イエーイ。はーい、皆さん知ってる方は一緒にお願いします。マジカルエノハ。エノハで言ったら野菜。野菜で言ったらナース。ナースで言ったら紫。紫で言ったら、ありがとうございます。紫大好き、ナース大好き。エノハガーズの中で2番が似合う聖純ハー見えです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、今日はこの6人でお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、今日はね、はい、先ほどもみんな話してたんだけど、そう、美味しいものがやっぱり盛りだくさん。そうそう、なんといっても私たち農業アイドルにとって、はい、愛媛の農業で育てた美味しいものがたくさんあるわけですよ、今日は。そうです、ね、私ね、美味しいもの見つけちゃいました。あ、じゃあみきちゃんちょっと教えて。はい、あの、ギノー味噌さんなんですけど、はいはい、ギノーの入り口の近くに分散してされてるんですけど、ギノー味噌さんの伊予の鶏飯が相当美味しいんですよ。あれ食べたよ、めっちゃ美味しかった。美味しいな、ね、あれですね、あの、こう、あったかいご飯に混ぜるだけですぐできるんですよ。そう、炊き込みご飯って結構いちいちね、あれ、お野菜ぴったり、ね、材料入れたりしないといけないんですけど、うん、その元が一つあるだけでね、すぐ美味しいね、鶏飯の炊き込みご飯ができるので、皆さんご試食もありますので、ぜひ木の味噌さんの方に遊びに行ってみてください。イエーイ。そしてね、他にもまだまだ見つけたね、メンバーがいる。はい、アミちゃん。はい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 、アミちゃん、アミちゃん、はいはい、私は真ん中来るんかい。真ん中に、真ん中に、真ん中どうぞ、真ん中どうぞ。はい、私がおすすめするのは、大津の大津しぐれ、大津しぐれ、ひはるさんの大津しぐれさんのを紹介します。お、何、私、昨日、今日も、昨日も今日もご試食したんですけど、お、食べ過ぎや。昨日も今日も食べるっしょ。本当に本当に甘くて、うんうん、本当にもうなんか口の中ですごいじわーっとなんでここになるねん。もっと伝えない。甘くてですね、はい、もっちもっちしてて、本当にもっちいで、本当に美味しいです。皆さん、ちょっと本当に騙されたと思って食べてみてくださいよ。本当に美味しいです。もう私100個ぐらいいけます。踊ろ。真ん中来たのが間違ってたね。はい、じゃあね、これが美味しいしぐれさんを待って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 、私は見つけました。日本語喋れるんかい。あの、頑張って勉強しました。なるほど。あの、私、皆さんから後ろを向いてもらったら見えるんですけど、青のトラック、五色そうめんって書いてあるんですけど、はい、こちらでは五色そうめんね、そうめんね、作ってもらって今試食を配っております。ぜひね、皆さん試食まだ食べてないよって方もね、うん、食べてもらいたいので、ぜひ皆さんね、お兄さんで、優しいお兄さんが待ってますので、はい、ぜひ行ってみてください。はい、っていうかね、ちょっとさっきからずっと聞き直ってたんだけど、その頭どうした。それは忘れないでいいでしょ。その頭どうした。しかも20代してるな。20代してたんじゃないわい。かわいい。ちょっとね、かわいいけど、かわいいけどね、不思議よね、不思議よね。日本語喋れるらしいんで、ぜひ喋りかけてあげてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、ベチュリーナです。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、こんなメンバーもね、今いるんですけども、ちょっとほっとけないんですけど、
Yeah!
15日です。そうです。5月15日といえば宇野葉ガールズ、ただいまね、はい、応援している畑田のドライチ最終日です。何週日？ドライチ最後の日なんです。最終日。痛い痛い痛い、意味わかんない。ちょっと外国人になってからちょっとおかしくなったね。リリーちゃんなんですけども、やめっかいやめっかい、なんでこういう騒ぎになったの、いつから。ちょっとやめっかい。ちょっと聞いて、はい、畑田のドライチが、ね、そうですよ。そう、15日なんですよ。真面目な話しようじゃい、こんなのやばい。ちょっとドライチのね話をしてたんですけども、はい、今日5月15日です。なんとここで一旦販売終了なんで、ぜひ皆さん今日のお土産に1個でも2個でも3個でも何個でも100個でも、はい、いっぱい買ってお土産に買って帰ってくれると嬉しいです。お願いします。はい、お願いします。9月はね、10月ぐらいになるんで10月まで皆さん食べれませんからね。そう、そこのところ分かっといてちょっと買ってくださいね。よろしくお願いします。何ですか、リオちゃん。はい、この人ほっといて、やっぱり今日はちょっとね、なぁ待ってみんな、ちょっと待って、ミレイの話が来る。待ってる、ミレイ、お願い行くよ。あのね、聞いてよ、みんな、ちょっと聞いて、笑ってよ。でもちゃんと聞いてる、笑ってないで聞いてる。ちりこのみんなもちゃんと聞いてるよ。シャラップ。はい、この後も、地産地消フェアまだまだ続くんですけど、今日が地産地消フェアもなんと最終日ですので、最終日です。皆さんぜひ最後までお買い物を、もちろん楽しいこと盛りだくさんとなっておりますので、はい、ぜひぜひ楽しんで帰るのは、まあ、もちろんなんですけ ですけどね、こちら富士北商店さんにもたくさんのお買い物をして帰ってください。楽しんでね。はい、それではちょっとね、みんなが邪魔して長くなりましたが、最後に江の葉の魂で締めたいと思います。Go! 愛するあなたの葉っぱ役、みんなの心におるけんね。